ルームは、ジョン・カーマック、ジョン・ロメロ、エイドリアン・カーマック、ケビン・クラウド、トム・ホールが制作した、コンピューターゲームシリーズとメディアフランチャイズ。このシリーズでは、ユニオン・エアロ・スペース・コーポレーション公演のもとで、活動する、スペース・マリーンが、デーモンとアンデッドの大軍と戦うように焦点を当てている。ルームは、ファーストパーソン・シューティングゲームの草分け的存在の一つと、考えられており、 IBM 互換のコンピューターに 3D グラフィックス、3次元空間、ネットワーク化されたマルチプレイヤーゲームプレイ、および d o o m w a t 形式でのプレイヤー性モッドのサポートなどの機能を導入している。1993年のデビュー以来、Doom シリーズのゲームは1000万本以上販売されている。このシリーズは数多くの続編、小説、コミックブック、ボードゲーム、 映画の本案を生み出している。本シリーズは、ドゥーム街のあだ名で呼ばれる、スペースマリーンと、デーモンやアンデッドで構成される地獄の勢力との戦いを描いた、ファーストパーソンシューティングゲームである。第二作、ドゥーム2、ヘリオンアースは、第一作、ドゥームの後の世界を描いており、地獄から戻った、スペースマリーンが地球を侵略して、 何十億もの人間を殺したデーモンたちと戦う内容となっている。第一作、ドゥームの開発は1992年に始まり、同年ジョン・カーマックが新しいゲームエンジン、ドゥームエンジンを開発した一方で、ID ソフトウェアチームの残りのメンバーは、ウルフェンシュタイン 3D の前日艦、スピア・オブ・デスティニーを完成させた。1994年には、第二作、ドゥーム2、 ヘル・オン・アースが発売されており、後に同作で用いられたバージョンのドゥームエンジンに基づく2つの公式作品マスター・レベルズ・フォードゥーム2とフィナール・ドゥームが発売された。1997年発売のドゥーム64は ID ソフトウェア監修のもとミッドウェイゲームズが開発した。ナンバリングタイトル第3作にあたるドゥーム3は2000年に発表され、 2004年に発売された。同作は第一作のリブート作であり、新しいグラフィック技術が用いられている。Doom3 はオリジナルのゲームと同じくらいリアリズムと双方向性における大きな飛躍を実現すると大々的に宣言され、新たなファンを獲得した。2005年には Doom3 用の拡張パック、Doom3 Resurrection of v i l が発売された。 ドゥーム4のプロジェクトの開発が2013年に取りやめになった後、ID ソフトウェアのティム・ウィリッツはシリーズの次のゲームは引き続きチームの焦点であると述べたが、ドゥーム4というタイトルであるとの確認はされなかった。その後、2014年にドゥームに名前が変更され、過去作の続編や前日単ではないシリーズ2回目のリブート作として2016年に発売された。 そして、2016年のリブートの続編である、Doom Eternal が2020年に発売された。Doom を原作とする小説4作、2位、Deep in the Dead, h ア l ス、o ン Earth, Infernal Sky, Endgame は、ダフィット・アブ・ヒューとブラッド・リナ・ウィーバーが執筆し、4作すべてが1995年6月から1996年1月の間にポケットブックスによって出版された。 ナ種ナのマリーンは小説ではフリンタッカートまたはフライと呼ばれている。最初の2冊の本は最初の2作のゲームで見覚えがあるロケーションと状況を特徴としている。2008年にはドゥーム3とリザレクション・オブ・エビルのストーリーと脚本を手掛けた作家のマシュー・ジェイ・コステロによる新シリーズのドゥーム小説が出版された。この小説シリーズは ドゥームさんのストーリーを小説化することを目的としており、1作目のワールズオンファイヤー》が2008年2月26日に発売された。シリーズの第2作目、メイルストロムは2009年3月に発売された。スティーブ・ベーリングとマイケル・スチュワートがトム・グリンドバーグの絵と共に描いた読み切りのコミックブックは、コンピューターゲーム大会の景品として1996年5月に、 マーベルコミックスから発売された。プレイ中のルームザボードゲーム r 2 0 0 4年にケビン・ウィルソンが設計したボードゲームルームザボードゲームがファンタジーフライトゲームズから発売された。シリーズ20周年記念としてゲームアート HQ コミュニティはゲームのキャラクターの20のイラストでアートの3次を作成した。ルーム m 2 0 0 5年にユニバーサルピクチャーズは 最初の実写映画化作品、Doom を公開した。Doom, Doom, アナイアレーション2019年、ユニバーサルは2作目となる実写映画、Doom, Doom, アナイアレーションをビデオ映画としてリリースした。1996年、ネクストジェネレーションはシリーズを史上19番目に良いゲームと位置づけ、数百の模倣作品にもかかわらず、 どれも ID のオリジナルの脈打つクラシックに匹敵できたものはないと記述した。このシリーズの七しの主人公であるマリーンは主に好意的に受け止められている。2009年、ゲイモデイリーはオリジナルのシリーズで上下を見ることができなかったため、単純なことをしくじる10人のゲームヒーローのリストにザ・マリーンを追加した。ウゴネットワークスは2012年のコンピューターゲームの 最高の無口な主人公リストで4位に位置づけ、地獄の軍隊と対峙した時でも沈黙を保ち続ける勇気に言及した。2013年、コンプレックス氏は、ドゥーム街をオリジナルのコンピューターゲームのスペースマリーンを呼び、古典的な無口な主人公の一人として、コンピューターゲームの最高の兵士のリストで16位に位置づけた。クラビンラインと VGRC の両方が、彼を、 コンピューターゲーム史上5番目に活かす男性キャラクターに位置づけた。オリジナルのドゥームは1993年の発売から1999年までの間にパッケージで200から300万本、シェアウェアで115万本を販売した。ドゥーム m 2は同じ期間に米国で全てのタイプの155万本を販売し、ヨーロッパでも米国の 約4分の1相当が販売され、オリジナル2部作の合計で約500から600万枚が販売された。Doom3 は2004年の発売から2007年までの間に350万本を販売し、その時点でシリーズで最も成功したゲームになり、拡張パックのリザレクション・オブ・エビルの販売も好調だった。Doom64 の売り上げは明らかにされていない。 2016年のリブート作は2016年5月の発売から2017年7月までに PC 版だけで200万本以上を販売した。ありがとうございます。